はい、どうも。一応、アクザと無計画にアクザとやるの 57?8 かな？あれまたわかんなくなっちゃった。まあ、続きでやってて、防御、攻撃、魔法、素早さの、全部のステータスかな？上げたつもりで、この第2形態、切り込んでいく所存です。いきます。甘いか。ああ。うわー、マジか。ちょっと、暗黒の支配者さん、レベルは128、同じかな ?HP ご覧ください。9999です。MP0 です。何ですかこれは。やめてください。死んでしまいます。敵は、ディパーチャー。パンチと銃を使える。おー、あ、これレベルは15でマックスなんだ。こちらは、13。12、12。そうですか。パンチも使ってくんのか。何しに使ってくるのか分かんないけど。俺に任せろ。そう、大事なことは、あ、マジか。トータルヒーリング。これさ、おまけにさ、やっぱ見てください。これ MP が引き継ぎなんですよ。引き継ぎっていうか、これ怖いな。トータルヒーリングちょっと奮発するか。トータルヒーリング、ね、ステータス引き継ぎで、ステータスっていうかね、HP、MP 引き継ぎでさ、平気で戦わせてくるこのゲームだよね。憎むわ。ただ幸い、やっぱりこのグルガとイーガのこのポジション。いつも通りに行くぞ。当たらないみたいなんで、攻撃が。おお、ナイス回避。素晴らしい、なんという衆、素晴らしい。こうやって地道地道に殴り続けるのが吉でしょうかね。これならいけるわ。ぶっちゃけもうある、これ以上のね、やり方がわからない。トランスエネルギーじゃなくてランダムダイス振ってみようか。ランダムダイス40を食らう。40も使うんじゃ嫌ですね。ランダムダイスが10。あ、シャッフルショットも10か。MP が221。結構あるから、このランダムダイスがどういう効果なのか全然ちょっとわからないんで、どうやって使えばいいのかわからないんだけどさ、一応振ってみようか。これでさ、500とかさ、バカみたいに食らったらラッキーだし、10とかだったらもう振らないしね。行くぜ。100ぐらいいけ、100ぐらい。24! あ、ダメだ。こんなん打ってらんねえ。ダメだ、シャッフルショット打った方が絶対いいって。行くぜ。甘いか。ちょ、ガード勝てえよ。破壊神降臨。ギャーン。うわぁ、これさ、やっぱおかしいよ、このゲーム。なんだろう、これ。魔法なのにさ、ああ、マジックシードかけてないから、いいのか、クラスで。ここにいないとダメなのかな。ここ、誰を中心にしてる。これちょっとまずいんだよね。アークも殴られる覚悟でいかないといけないんだよね。ここでトータルヒーリングを打つと。トータルヒーリング、だから、マジックシードをかけると、シューが殴られた時の回復手段がなくなるんだよね、自力での。果物とか持ってきてないから。もっとちゃんと持ち込んでくればよかった。なんという無計画。そして99、十分です。殴る。いつも通りに行くぞ。いつも通りに行く人もいつも通り。甘いか。甘いです。ああ、食らったか。ちょ、殴りすぎ。うわあ、このゲームマジバカなんだよ、本当に。本当の地獄はこれからすぎるでしょう。アホですか、このゲームは本当に。トータルヒーリング、まあこの一連の動作を綱渡りでやっていくしか、この戦い方が R はね、 R は分からないんで、さすがにカットでいいよね。だってこれ俺1時間ぐらいかかるぜ、多分やったら普通に。
真面目にやったらね。よし、あ、全部外れてきた。外れてきたのはまずいので、これパワーロスがね、入ればいいんだけど。というね、これをね、やっていきますので、ずっと。どれぐらいからやろうかな。とりあえず5000ぐらいまで削って、中間報告をやって、っていう感じでいいかな。まずはね。はい、ご覧ください、闇の暗黒の支配者、ここまで削りました。相当きついですね、このゲームで。倒し方をね、探しました、自分で。布陣をね、完璧な布陣を探しました。これはパーティーでね。で、それがこれです。攻撃役はグルガとイーガだけです。面白い。で、アークはこのポジションでマジックシールドをこの2人に打ち込みます。あ、サニアはちょっと邪魔が入っただけですね。まあ、全然気にしないでいただいて結構です。で、シュウはもう攻撃をやめました。これご覧ください、この魔力の泉と女神の祈りでですね、スピードアップをうまいことタイミングが合えばこの2人にかけます。もしダメだったらスピードアップはね、アークにかけます。で、もうね、これ破壊神降臨でゼロにします、攻撃を。さあ来い。で、殴ります。面白い。でね、さっき気づいたのが、このストライクパワーイーガとグルガ使えるんだけど、全然意味ないです。全く意味なかったんで、マジックシールドアークはここでかけ続けます。マジックシールド、もっと強くなるわ。サニアのターンが回ってこない。戦士の力が、俺の違う。で、サニアはですね、何をするかっていうと、もう MP がほとんど残ってないんで、全然使えないんですよ。技もね、30ぐらいしか食らわないんで、シャッフルショットが。なんで、トランスファーをね、アークにかけます。俺に任せろ。で、アークが女神の祈りと、勇者の証持ってるんで、これで、魔力を回復させます。無理やり。永久期間のごとく、働かせます。で、暗黒の支配者は、都合のいいことに、2ターンね、連続攻撃とかそういう恐ろしい技とか使ってこないので、もう暗黒なんだっけ、暗黒神降臨、邪神降臨でしたっけ、今の技か、もしくはもう一個の必殺技、大量虐殺っていう、物騒な技しか使ってこないんで勝ちですねこれはね、確実に勝ったと思います。なんかね、 R が調子に乗って余計なことをしない限りは絶対負けないと思います。で、クリティカルで128ですよ。で、これね、これうまいことグルガの攻撃が入れば200ぐらい食らうんですよね、クリティカルが入れば。で、このタイミングでうまいことね、全部何もすっからかんになったんで、ここでスピードアップ2人にかけます。おそらくスピードアップだけはきちんと影響していると思うので、スピードアップとマジックシールドをがっちりかければ、大丈夫かなという感じですね。おそらくコンバートね、ずいぶん前に言いましたけど、コンバートなしで戦うんだったらこれでやるしかないんじゃないかな。女神の祈りはない、もう使ってないんですよ。これ魔法のリンゴと復活の薬なんですよ。もうここ当たらないんで、殴るのは。ドラゴンスケールも、ルーンガードも言いません。殴ります。面白い。ガード硬すぎ。破壊神降臨でしたか。よし。とにかく殴ります。で、シュウがね、ここに来て、もうここで殴られ役になると、ちょっと、事態がややこしくなるんで、何もしないというね、ここまで最後まで来て、っていうかね、
当たらない場所がここしかないんで、銃使うんで、ここと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 この辺かな、この辺にいると殴られて、この辺に立ってると大量虐殺で、この辺ね、この辺まで巻き添えを食うんで、動かない、いつも常々思ってることなんだけどさ、足手まといがね、下手に動くと終わるんですよね。実際ね、リアルな世界でもそうですよ。無理にね、役に立とうと思って動いても、ね、仲間とか味方のためにならないことって結構あるんですよ。そういう時何するかって、動かないのが一番いいに決まってるんですよ。動かなければ、まあ、障害にはなりませんからね。でさ、役に立つ使える人もさ、そうやってさ、ちゃんとさ言えばいいのにさ、言わない人もさ結構いるんですよね。まさかね、でもね、やめてくれとも言わないしね、ここでさ、シュウ死んでくれとも言えないじゃん。まあシュウにだってね、スピードアップっていう心強いね、支援魔法はありますから。ぶっちゃけさ、1200ぐらいでさ、大丈夫かなと思ったんですよ。時間ね、時間見て余裕かなと思ったんですよ。ダメですね、ガードが硬すぎて。クリスカルとか入っちゃえば、一瞬でね、溶ける場合もあるんだけど、ね、107、ちょっと硬くなってんのかな、それとも。なんかここに来てちょっと頑張りだしたな。さあ、行くぞ。私の相手は誰？で、うまく、ね、タイミングが合えば、ね、魔力とか回復すれば、ここでシャッフルショットレベル3とかも、打てるんですよ。それでも42しか食らわないんですけどね。仮にほら、大量虐殺とか、あ、マジックシールドの効力が切れた。さあ、大変だと思う方もいるかもしれませんが、大丈夫です。ほっといて。私の相手は誰？ここはもう素直にアークのトランスファーです。ね、アークにターンを回して、さあ、行くぞ。休憩させた方がいいです。あ、この事態はね、今ちょっと初めてなんで、ちょっと戸惑ってますけど、あ、どっちも外れたね。多分大丈夫ですね。ここで仮にこう、大量虐殺、なんか魔法撃たれても一撃で死なないです。よかった。なんか頑張って耐えられたら困ったんだよ。面白い。さてどう。ここでトータルヒーリングをしっかりねかけてあげます。トータルヒーリング。192。さて修行だ。これ戦闘中にさレベルが 2,3 上がってるからね。時鍛える。無意味なラムダ神拳。時鍛える。お、キュアがレベル2。これは使えるかな。で、HP がもうほぼ全回復してるので、ここでまたトランスファーをアークにかけます。で、さらにここでさらにマジックシールドを打ちます。完璧です。で、殴る。仮にアークの MP がまずくなったら、シュウが魔法のリンゴを投げつけます、アークに。いけるかな？お、次いけるかね。例えばここでもう HP がゼロになっちゃったと、大変だと、魔法のリンゴをねアークに投げる。俺は大丈夫だぞ。大丈夫じゃないです。これでもうね完璧です。24。アークさ、ちょっと調子乗ってさ、ゲイルフラッシュとか打っちゃう。いけか、やれる、やれる。この選択が後に命取りになったら終わるんだけど。よし、いった、やった。あ、やったぞ。人間がこれほどの力を持っているとはな。よし。だがお前ら人間には私を倒すことも封じることもできん。この世界が手に入らんのなら、この地上の生物すべてを消し去ってやる。これさ、赤ちゃんみたいなので、へその音が出てるのかな。これただの触手なのかな。なぜだ、不死身か。止めなければ。でもどうすれば。これはどうしたことだ。体が
しっかりして吐く。あ、俺だ、どうすんのか。ククルなのか。よく聞いて。私の肉体はすでに滅んでしまった。でも魔王が弱っている今なら意志の力で動きを封じることができる。これ取り込んじゃったからですね、多分。アーク、あなたの力で魔王を封印するの。私が魔王の動きを封じてる間に早く封印を。しかし性質は破壊されて。おお、よっしゃ。息子よ、お前の手にした剣にお前の持つ全ての力を注ぎ込むのだ。力を得たその剣が魔王の封印となる。アーク、私の意志が消えてしまう前に早く。お、ヨシュアも力になってくれてんのか。バカな、たかが小娘の意志が私の力よりも強いというのか。アークよ、私を封印すれば貴様の命もなくなるのだぞ。考えてもみよう、この世界が命をかけるほど価値があるものなのか。俺は人間を、この世界の未来を信じる。精霊の力よ、我が剣に宿り、ミニシエよりの災いを振り払う力を与えよう。ちゃんと読めたぞ。お、五大精霊の魔王よ、すべての怒りを悲しみを思い知れん。ああ、このまままた破れ去り延々とも思える。眠りにつかなければならんのか。私はいつか再び復活する。愚かな人間がいる限り必ずな。うわ、なんかエルク動かなかったんですか。エルクの空気っぷりがちょっとかわいそうだったけどね。え、 R の動画の中でも空気だったしな、終盤から。ごめんね。でもあのね、 R がやった戦い方以外に倒し方ってあるのかな。そのぶっちゃけて言えば、ほら、隠しアイテムとか隠しキャラとかをもっとふんだんにね使えばこんなに苦労することはおそらくなかったんだけど、どうしてもね、あの普通にやりたかったんです、今回は。 R もね、あ、ポコとエルクとリーザ、これエンディング見んの何年ぶりだよ。まだ2回目じゃないかな俺。ロマリアかな、あれはぐちゃぐちゃになっちゃってる。だよね、波に飲まれちゃったんだ。あ、恵みの精霊の木も焼けて折れちゃったんだ、焼け落ちて。ね、ヤゴス島の人たちもみんないなくなっちゃったもんね。ビルマー博士とかリアちゃんとか、やっぱりね、流されちゃったのかな。あの人頭いいから空飛んでれば大丈夫とか考えないかな。ああ、次は俺か、あの人だよね、この人は。リーザ大丈夫か。ええ、みんなは？おお、なんていうアレンジ。どうやら生き延びたみたいね。なんとかな。いつまで寝てるの？ここに来てさ、リーザとサニアの新しいドットとかすごいよね。うわあ、ほこもか。ひどいな。みんなは？最後までかっこいい二人だよ。どうかしたんかの？あんたたちを心配してたのよ。どうやら死に損なっちまったようだな。おお、ジクベックの中身の人。
もかもなくなっちまったのか。そうね。ひでえありさまだぜ。俺たちは何のために戦ってきたんだ。アーク、あんた何のために死んだんだ。こんな絶望だけしかない未来を俺たちに見せるためなのか。世界が滅びちまったのに俺たちだけ生き残ってどうなってんだ。ミルク、チキショウ、まだ終わっちゃいないさ。ああ、これだよ、これ、これです。希望を持ち続ける限りね。アーク、ククルさん。また字が早い、セリフが。世界は荒廃してしまったが、消えてしまったわけじゃない。命は絶えてはいない。全てが失われたわけじゃないの。生き残ったものでやり直すんだ。そう、それが神の下した判断なの。私たちは生き残った命に光を与えに行きます。再生する世界への希望という光をね。それが僕たちの最後の仕事だ。この世界をもう一度生まれ変わらせるのは君たちの子供なんだ。ミルク、頼んだよ。なんだよ、さっきまで全然来なかったのにまたここでグッと来てしまった。なんだかな、このアークとさ、ククルがね、一緒にさ手を取り合って一緒にいるってことがすごい嬉しいんだけどねえ、だってねえ、戦いが終わったら一緒にいようって言ってた二人ともさ、死んじゃってそれでもさ一緒に今いられるのがすごいいいよね、本当に。まあこれね、アークザラット1の時もさ、こんだけベソ書いてさ、結局音声取れてなかったっていうありさまだったからさ、よかったもん。今回絶対音取れてるからはい、はい、ありがとうございます。アークザラット2を無計画にアークザラット2をやるわ。パート52、53で、ね、57とか言ってたけど53回で、終了しました。はい、18分、ちょっと短いかなと思うんだけど、もうちょっと続くのかな、もう覚えてないんだ。感極まってて、多分昔もさ、あ、はい、もう一回スタッフロールってこと。あ、プロデューサーレイカー鈴木、レイカー女の人なのかな。よかったよかった。暗黒の支配者だっけ、名前もすぐ忘れちゃうんだけど、倒せたのも良かったし、あの夫人でね、夫人を見つけられてさ、ちょっと早めに倒せた。それでもね、30分ぐらい、同じ30分以上かな、9999だからね。あの夫人を見つけるまでにちょっとさ、何度か死にはしなかったんだけどさ、ね、シューがいっぱいタコ殴りになっちゃってね、悪かったなって思うんだけど。あ、エルク、リーザ、シュー、シャンテ、何、あ、ジークベック、グルガ、サニア、アーク、ククルね、ククルも声が取り直してよかったですね。ポコ、トッシュ、イーガ、ゴーゲン、チョンガラ、チョンガラの声あったっけ。他のさパーティー、ゴーゲンとかも使った方が良かったのかなってやってる途中考えたんだけど、スピードアップ
がどれだけねやっぱ使えたのかちょっと微妙なところだったんだけど、シューでやっぱ良かったのかなって思うんだ。 R の中ではね、最後ちょっと完璧にあの制作者さんの罠にかかった感じでねぶん殴られちゃったけどさ、アッグをさ完璧に使いこなすにはさ、やっぱサニアとかのトランスファーで無理やりね HP を、まあ、MP か回復させるとか絶対必要だったと思うし、でグルガとイーガーを棒を持たせたのって多分そういうことだったんだよね。あの羅刹ではね、あとは攻撃力さいっぱい上げさせて、でいざね暗黒の支配者と戦ってタコ殴りに遭う、あれ投手じゃね絶対即死レベルだったんじゃないかな、エルクでもちょっときつかったんじゃないかと思います。あの本当にこのゲーム最後のボスを分かってないと本当自由にプレイして絶対後悔すると思うんですよ。特にコンバートなしとかでやっちゃうとね、あのコメントをね ありがとうございます、あの、ね、無計画でやったけど、あのコンバートなしでやった方もいらっしゃったと思うんですけど、これ相当きついと思うんですよね、もしボス戦えてたら。いやーコンバートしましょう、してない方は1からプレイしましょう、でアークザラト2をもう1回プレイしましょう。2つの光がね通ってった、これはなんだ、木、また新しい組メイブックってことかな、ファン、これピンじゃないんだよね、フランス語で終わりって意味なんだよね多分。あ、アフターストーリーみたいなのはないんだっけ、どうなんのかなこれ。暗黒動画だが、あ、何もない？それともディスクが読み込まないだけ？ちょっと待ってね。あ、特に何も起こらないかな。あ、じゃあもう何もなければ、はい、これで ごめんね、真っ暗な動画で。はい、終わりにします。アークザート、ね、無計画にアークザート2をやるは、これにて終わりになります。ご視聴ありがとうございました。